Distortion Layer 05。 お話して。どんな話を聞きたいの、レインちゃん。私が知らないこと。あなたが知らないことは存在しないことだわ。存在しないお話なんて私はできないの。わかってるでしょ。じゃあこういうのはどうかしら。出来事というのはまず最初に予言があるものよ。出来事は予言があって初めて現実化するの。誰？誰が予言をするの？予言は実行されるんだ、レイン。それじゃあ予言じゃないじゃない。いや、予言なんだ。歴史というのはリニアに流れている時間軸上にてただ点として通過されるものではないのだ。それらは全て線でつながっている。いや、つなげさせられていると言った方がいいかもしれない。誰に？誰につなげさせられているっていうの？ワイヤードはリアルワールドの上位階層と見るのが適当です。すなわち肉体の現実などワイヤードに流れる情報のホログラムでしかありません。ママ？そもそも肉体、人間の脳の活動はシナプスの電気伝達によって引き起こされている極めて物理的な現象に過ぎませんからね。私は肉体の存在理由はそうやって自己の存在を確認するためにあるだけ。あなたは私の本当のママ？ねえ、あなたは本当の私のパパ？ワイヤードに流れているのは単に電気的な情報だけではないのかもしれない。え？ワイヤードが形成されたのが電気や電話などの発達を起源とするなら、その時点でもう一つの世界が生まれていたのではないかという気がしてならない。このリアルワールドに神という存在は概念でしか存在しない。しかしワイヤードならゼウス的存在が具現しうるのではないか。神様？神と呼ぶのが適当かどうかはわからない。少なくとも神話に登場するそれと同様の支配的な力を有していると思う。私、神様と話したことがあるかもしれない。ワイヤードのゼウスはその支配力をことによったらすでにこのリアルワールドにも及ぼしている可能性だってある。そう、予言という形で。